間違いあるまい。 赤ん坊がこんなところに、あの嵐の中、無事でおったとは。笑っておる。ん？もしやこの子は。ああ、よしよし。一人でここ。
心細かったじゃろう。もう心配いらんぞ。ありがとね。大切な儀式の前にスカーフが風に飛ばされちゃうなんて、私ってば本当ドジだよね。登る日が来たんだ。あんな高い場所、私に登れるかな。ルキが私たちを案内してくれるみたい。さあ、行こう。
我ら意志の民、大地の精霊と共にあり、か。おじいちゃんから聞いたの。あの神の岩には大地の精霊様が宿ってるんだって。小さい頃からずっと、16歳になったら神の岩に登って大地の精霊様に祈りを捧げなさいって言われてきたけど、こんなしきたり誰が考えたのかしら。一人前になる前に崖から落ちて怪我でもしたらどうするのよ。でもあなたと生まれた日が一緒だったのが唯一の救いね。一人だったら絶対めげてだもん。それじゃあ行きましょ。びっくりした。あなたとルキのおかげで助かったわ。ねえ、知ってる？神の岩の頂上へ、さっきの魔物、あの洞窟から出てきたのかな。ちょっと怖いけど。
白だわ。霧がこんなに。 姉ちゃんを驚かせようと思ったんだ。でも魔物に襲われて。そうよ、変よね。神聖な神の岩に魔物が出るなんてこと今までなかったのに。それはそうと、ダメよマノロ。こんな危ないことしたら。さ、ルキと一緒に村に戻ってなさい。うん。 分かったよ。
ありがとうね。あんな怖い魔物を倒しちゃうなんて強くなったんだ。もう少しで頂上だね。やだ、雨が降ってきたわ。急ぎましょう。惜しいな。天気が良かったらきっと絶景が見れたはずなのに。早くお祈りを済ませないと。助かったのね、私たち。でも不思議だわ。まるであなたが雷を呼んだみたい。その技は一体。あら、消えちゃったわね。何だったのかしら。いっぱい助けてもらったわね。やっぱりあなたが一緒だと私心強いわ。さ、早いとこお祈りを済ませましょう。我ら医師の民、大地の精霊と共にあり、ロトゼタシアの大地に恵みをもたらす精霊たちよ、日ごとの糧を与えてくださり感謝します。どうかその大いなる御心で悠久の大地に生きる我らをこれからも見守りください。
強かったんだ。このしきたりを考えた人、きっとこの景色を見せたかったんだね。それじゃあ儀式を終えたこと、おじいちゃんに教えてあげましょう。みんな私たちの帰りを待ってるはずだわ。